スタッド・ドゥ・フランスは、フランスのパリ北港、イルド・フランス地域県ーヌサンド2県のサンドニーにある多目的スタジアム。収容人員は、稼働座席込みで8万人で、その名が示す通りサッカーフランス代表及びラグビーフランス代表のホームスタジアムであり、現在は代表戦の大半を、当スタジアムで開催している。1998年フィーファワールドカップ。 フランス大会の主会場として建設され、ワールドカップ本大会では決勝を含む9試合が開催された。決勝ではフランスがブラジルを3-0で下し、開催国として初優勝を果たした。欧州サッカー連盟の定めるスタジアム基準でも最高のカテゴリー4にランクされており、2000年と2006年には UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦を開催した。 フランス国内サッカーでは、クープ・ドゥ・フランス及びクープ・ドゥ・ナ・リーグの決勝を毎年開催している。2007年には、ラグビーワールドカップ決勝戦の会場となった。現在のところ、サッカーとラグビー双方のワールドカップの決勝戦の会場となったのは、トースタジアムと横浜国際総合競技場のみである。球技のみならず陸上競技も開催可能であり、2003年世界、 陸上競技選手権大会の主会場、IAF ダイヤモンドリーグの一戦ミーティングあれば、の会場となっている。しかし2015年11月13日、パリ同時多発テロ事件が発生した。この日は、同スタジアムで、男子サッカーの国際親善試合、フランス対ドイツの試合が行われており、フランスのフランソワ・オランド大統領も観戦していた。この試合会場の入り口付近や 近隣のファストフード店では下段と見られる爆発音が3回響き、容疑者と見られる人物が自爆テロにより4人が死亡し、1人が巻き込まれて死亡した。また、容疑者と見られる人物がチケットを持っていたが入場を断られたことも明らかになっている。この影響でドイツはフランス戦の試合中に発生した今回の事件により安全面を考慮して宿舎へ戻る。 ことを取りやめ、試合会場のスタッドとフランスに宿泊することを余儀なくされた。2024年パリオリンピックにてメインスタジアムとして使用される。夏季五リンのメイン会場、フィファワールドカップ決勝戦地、ラグビーワールドカップ決勝戦地の3つすべてとなるのは世界初。なお、夏季五リンのメイン会場とフィファワールドカップ決勝戦地の両方となったのは他にも 旧ウェンブリースタジアム、スタディオオリンピコディローマミュンヘンオリンピア・シュタディオンエスタジオド・マラカナンがあるありがとうございます